Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Aliens War. Once upon a time, there broke out a severe war, most possibly a nuclear war, over Indus Valley. Indus Valley. It is. 上が原っぱ下がモヘンジョダロですこの辺り全体を総称してインダスバリーと言いますそしてこれはモヘンジョダロの創造復元図ですかつてはですねモヘンジョダロはですね世界最古の都市として栄えて言いました最近のま調査によりますとですねモヘンジョダロはですね、まあ、古代の都市の上にさらにその上に積み重ねられて 作られているそうです。それが、なんと、7層にもなっているそうですね。そして、戦争が起きました。核戦争だったと言われています。現在でも残留放射性物質が観測されているそうです。で、それについてですね、ウィキペディアは、まあ、紀元前、まあ、2000年頃、今から4000年ぐらい前にですね、大洪水でモヘンジョダロは滅びたと説明しています。これが、 戦争の前の前モヘンジョダロですそして、これが現在のモヘンジョダロです。で、現在はこうした廃墟になっているわけですね。で、この戦争は誰が誰としたかという問題なんですね。それを今日は、まあ、そのと言いますか、謎解きに挑戦してみたいと思います。で、まず最初に、 イインダスのイシュタールですでこれはイシュタールと私は判断していますけども、まあ、こうしたテラコッタがですね、えー、インダスバリーでたくさん見つかっています独特の形と風貌ですねご覧くださいでこれは誰かですけども以前あ検証しましたけどもイシュタールですね豊穣の神イシュタールです、まあ、シュメルの まあ、女神とということになるわけですねで今日はですねこのこれらがまあ今はっきり分かっているあの年代いわるそのなんて言いますかね作られた年代がはっきり分かっているものだけを選んでみましたランダムに選んでみましたでそしてそのなんて言いますかこの年号をですね拾い出してみました独特の顔ですね 頭が長くてそして目が、まあ、ゴーグルをかけたような目になっています。まあ、目,が目,が目が見たということは皆さんも見てお分かりになると思います。でこれらがですね紀元前2500年から2000年頃に作られているとそこでこれらの、まあまあ、歴史をですね調べてみたいと思います。 モヘン・ジョダロがです、ね、栄えたのは紀元前2500年から1800年頃ですからこの黄色い部分がモヘン・ジョダロの、まあ、最も栄えた時期ということになりますねそして今皆さんがご,がご覧にいただいたそのテラコッタをです、ね、こうして年代順に並べてみますするとですね大変興味深いことにモヘン・えー、ジョダロが栄える前のにこうした像が作られたということですね そして、この辺りで戦争が起きて、モヘンジョダロは廃墟となるわけです。そして、現在のモヘンジョダロが右上のということになるわけですね。そして、マコテさんがこんな楽しい、えー、土偶を見つけてくださいました。そのビデオは、このすぐ後に続け,続けておきますから、ご覧ください。称して、インダス・バリーの女神です。 Hello, this is Makote and Hiroshihaya Shi Japan.Cornhead Aliens in Indus Valley. みなさん、こんにちは。インダス側の流域のですね、まあ、インダス・バリー、谷ですね、のエイリアンがほぼ誰であるか、また確定的ではありませんけれども、それがわかりました。 マコテさんがですね、Ancient Origins という、まあ、信頼の受けるサイトの記事を送ってくださいました。これがその記事なんですけども、その中にですね、まあ、まあ、この中でですね、実に奇妙な、まあ、乗り物についての紹介がありました。 まあそれを今日翻訳して皆さんにお届けしますけども、なぜこれが重要な意味,意味を持つかというとですね、今までそのインダース、まあ、文明を築いた、ね、エイリアンが誰であるかよくわからなかったんですね。しかし、これで、まあ、ほぼと言いますか、わかったということですね。まあ、それを翻訳してみましたので、お読みください。まあ 並行して話させていただきますとですね。まあ、要するに、シュメール人。まあ、いわゆるその、いろんな説がありますが、大きく分けて、私が今のところ把握しているのは、三人のエイリアンですね。一人は、レプタリアン。もう一人は、コーンヘッド。で、もう一人は、トール・ワイトですね。まあ、その他に、いろいろな混合種といいますか。 ヒューマノイド、ハイブリッド人間がいるわけですから、まあ、それは私はまだ把握してませんけども、太古の昔、地球にいたのは、この3人の、いわゆるまあ3種類と言ったらいいのでしょうか、エイリアンということは分かってきました。で、その中でもですね、特にインダス川流域のエイリアンは、 わからなかったんですね。で、インダス、あの、文明の、まあ、そこで発見されている文字とですね、いわゆるイースター島で発見されているロンゴロンゴですね、まあ、文字がですね、一致しているということは、まあ、これは考古学上証明されているわけです。まあ、私がずっと調べってきたところ、インダス側のエイリアンたち、まあ、エイリアンというかですね、人間、エイリアンに指導された人間はですね、 あのカッパドキアへ、太古のあの戦争の時に、まあ核戦争があったわけですけども、その時にカッパドキアへ逃げていってるってことまでも、まで私は証明いたしました。で、しかし、インド、インダス側のですね、エイリアンが誰であるかってことについては、謎のままだったんですね。しかし、 コンヘッドということになりますと、イースターとエーその文字を伝えたのもあれは逆かもしれませんけども、コンヘッドということになるわけです。もちろんコンヘッドもは日本へも来ていました。ハニワの中にはコンヘッドを思わせるハニワが見つかっています。まあ、こうして古代の地球はですね、 まさにエイリアンたちのうごめくといいますか、活動する地球であったわけです。まあ、もっとも地球の支配者はエンリルですよね。まあ、それは間違いありません。エンリルが支配者で、まあ、支配権を持っていたわけです。まあ、コンヘット、あるいはト,トール・ワイトがどういう位置づけになるかは、まだ謎のままですけども、ともかくもインダス、 バリーにですね、コンヘイトが関与していたということが今回分かりました。まあ皆さんが今見てたいただいている写真はですね、これはあのインダス川で発見された、まあ、実に不可解な土器、まあ、ということになりますねあ。テラコッタです。まあそしてあのエイリアの世界では 男と女でだったら女性の方が地位が高かったみたいですね。あの、私たちが持っている現在の常識とは違うということです。まあ、翻訳文をお読みください。 まあ、どういうことですけども、では、その乗り物とは何かですよね。まあ、その前に、この乗り物に乗っているメディアンがですね、誰かということを称号してみました。左がインダス・バリー、右がシュメールです。この顔が非常によく似てますね。あの、頭が長いところ。 それから鼻がくちばしのようになっているところ目が、ね、細くて長いことで体つきも非常によく似ていますねそれからあのボタンのような目のあを丸いものをつけていますそういったところが大変よく似ているということですねまあこれほぼ同じ、えー、エイリアンと見ていいわけですもちろん人間じゃありませんねまさにシュメール人です そして、このシュメール人が、実は、インダス・バリエも来ていたということになります。インダス・バリエ、まあ、たまに来たというよりもですね、この種の顔が、顔の像がですね、テラコッタがたくさん見つかっていると、先ほどの論文にはありましたね。で、この乗り物は何かですけども、チャクルギアがついてますね。そして、その中には、整然と乗り組員が並んで座っています。 まあこれをその船であるとかというのはちょっと無理がありますね。音は勝手につけて見えましたけどもバブリ、バビロニア、もう少しあの南の方を占めるというんですけども、バビロニアとインダス・バリー。 距離は2 3 5 0トルです。まあ、飛行機で行けば何でもない距離ですよね。ということで、まあ、インダースバリーのエリアの、まあ、手がかりを得ることができました。マコテさん、いつも本当に貴重な情報ありがとうございます。Thank you very much, マコテさん and see you again next time. Bye. でカッパドキアについて考えてみます。なぜカッパドキアかと言いますとですね、モヘンジョダロからカッパドキアへの角度がですね、正確に120.00なんですね。でまあ、この黄色い線を引いてみます。でこの線がまカッパドキア。Google で引くカッパドキアとはややエラーがありますけども、 ここへやっていきます。まあ、カポドキャというのはですね、まあ、このあたり広い地域を言うものですから、あのー、点を取るのが難しいですね。まあ、ともかくもこれが120.00でやってきた、あの、線です。で、ここにですね、大変奇妙な山といいますか、丘があります。で、この丘がですね、まあ、当初大変気になりました。今も気になっています。で、これをですね、まあ、見方によってですね、このように見えるわけですね。 で、こ,れがこの、まあ、丘といいますか、形がですね、えー、モヘン・ジョダロの廃墟の塔と、まあ、大変よく似ているわけですね。で、私はモヘン・ジョダロの塔はですね、上のカッパ・ドキアのこの、まあ、丘にヒントを得たのではないかと考えています。という関連性もあ,あるわけですね。で、カッパ・ドキアはですね、まあ、6世紀後半にあの、まあ、作られたと。まあ、あの 入居が始まったということでしょうか、よくわかりませんけれども、とにかくカッパドキアの歴史は、紀元前6000から始まるということなんですね。で、そうしますと、あの、モヘン・ジョダロとの間に、まあ千年近いあの間がありますからね、モヘン・ジョダロとカッパドキアを直接結びつけることはできませんが、ただ言えることはですね、カッパドキアが、まあ、迫害されたキリスト教徒たちがやってきたっていう話は嘘ですね。なぜならば、このトルコ全体はですね、ミトラ教の本拠地なんですね。 で、結論から申し上げますと、というか結論になるわけですけどもね。まあ、こうして戦争が起きたわけですね。で、まあ、ここであの、先ほどあの、コンヘッドと言いましたけども、レプタリアンの方が正しいと思います。で、レプタリアンと、では戦った相手は誰かというと、当然、トールワイトということになりますね。そして、まあ、トールワイトがこの辺りから地球に、まあ、現れたということに、 というふうに考えていいのではないでしょうか。まあ続くビデオの中でもあのコーヘッドと言いますけども、あとあディプタリアンのまあ間違いということになります。そういうことを理解の上どうかご覧ください。Thank you very much. And see you again next time. Bye. Hello. Who is this goddess in Indus Valley? Makote tube store. In Tokyo and ashi, Japan このインダス文明の女性女神は誰なのかというテーマで、えー、結論を出しておきたいと思います。これが1114号で紹介しましたインダスバリーでですね最近発掘されました実に奇妙な なんて言いますか、テラコッタなんですね。で、それについて、エ、え、ぇ、ー、Ancient、uh, Origins というね、ホームページがありますけども、まあ、大変信頼のおけるホームページ、専門的なホームページですけども、紹介されています。で、ここにはですね、一列ごとに男、女、女、一番先頭が女ですね、女男、女男っていうう並んでいるわけです。 という解釈ですけども、ひょっとしたらこれ、二列目はだあの人間ではないかと思うんですね。で、あのー、男、あのー、いわゆる男女という区分けしてますけども、男と女でこんなに顔、頭の形が違うはずがありませんのでね、まあ、これは私の解釈です。で、ここにいるのは間違いなく、あの、超等人間です。そして、先頭がですね、牛の形をしてるんですね。そして一番後部座席に、いわゆる女神らしき、まあ、女王が座ってるわけですね。 4人の、まあ、アテンダントに囲まれています。で、これは誰かということですけども、実は分かりきったことなんですけどもね、一応かんあの説明しておくことにいたします。えー、頭の長い女性がいますね。それで、まずあの検証、一応していますけども、これが今あのお見せしました、超等人間で、くちばしのような花というふうにあの説明にはしてあります。で、これは右の方はシメールの女神ですね。 えー、日本にもこのタイプの、えー、女神がてかあの、人が来ていますで。右の方がシメールですけども、一致しましたね、顔がね。で、ここで注意したいのはですね、あのー、この乗,り組乗ってる人と、まあ、シメールの髪と一致したんですけども、もう少し詳しく見ますと、ここに丸いボツボツがついてますね、ボタンのような大きなバッジのようなものがね。 で、これを調べてみますと、シュメールの神にもそれが、ってか、ついてるんですね。まあちょっとあの、わかりやすいので選んでみますと、この、神のすぐ前に座ってるこの男性って言われてる像なんですけども、えー、やっぱりこう、ボツボツって言いますかね、ボタンのようなものがついてると。で、右の方がメストプタミアで、これがね、チューブスターさんが発見してか、送ってくださった写真ですけども、やっぱりこの丸いものがついてるんですね。しかも4つついてるっていうのも気になるんですけど、まあ3つか4つついてるわけですね。 で、鼻が、あの、鳥のくちばしのようになってた頭に大きな帽子をかぶっていると。まあ、ヘルメットっていうふうに考えた方がいいわけですよね。で、まあ、そして並べてみますと、これにいたのが、まあ、レバノンでも見つかっているわけです。で、このレバノン、あの、これは前にも精査しました。そのビデオは後につなげておきますけども、まあ、三角のハイレグパンティーを履いていると。まあ、そういうことなんですね。で、このハイレグパンティーっていうのが一つの決め手になるわけです。 いわゆるイスタール・イナンナはハイレグ・パンティを履いていました、えー。ニコシアで発見された像も、世界レバノンで発見された像も、ハイレグ・三角・パンティを履いています。そして、この、比べてみますと、頭もよく似てる、鼻もよく似てるということで、まあ、この二人はですね、一致するわけですね。そうすると、あの、ただ注意したいのはですね、人間の顔をしてるから人間っていうことじゃないですよ。あの、仮面、お面を被ってますから。あの、エジプトの王たちもみんなお面、人と会うときにはお面を被ってましたからね。 で、これが、あの、インド、グリーク、ミノニアンで発見されたものだということになっています。まあ、ともかくも、こうして並べてみますと、これ一番この像は、この巣のものはですね、インダスバリーで見つかっています、テラコッタです。いわゆる素像ですね。で、こう並べてみますと、ぐるっと並べてみますと、それぞれが一連性があるということを分かるなと思います。まあ、言うまでもなく、この一番左の船に乗って船というか、あの、 宇宙船に乗ってるのは、インダあの、イナンナ、イシュタールいうことになります。それで、もう一回、あの、イシュタール、イナンナについて、いわゆる、法上の神と言われてますね。これは間違いなくイナンナの像です。ごく最近発見されたんですよ、これね。そして、これが、まあ、昔からというか、あの、ペルシャ行ったり広がっているイナンナ像です。そして、これが、縄文ビーナスと言われている日本の地ので発見された像です。これはみんな同じものだ。 同じものですね。あのー、今紹介します。それで奇妙なことにです、ね、おへそにみんな、こう、なんかこだわってるというか、大きなおへそしてるんですね。あの、おへそを強調してるわけです。あの、日本の縄文ビーナスもおへそをですね、他の部分はあの非常に荒く作,作ってあるんですけどね、あのー、おへそにこだわりが思っているってことで、頭を見てください。同じでしょで、縄文ビーナスと手から一番右のイシタールも同じですね。頭がヘルメットかぶっています。それから三角パン、三角パンティをみんな履いております。 でまあ、こういうふうにこう並べてみますと、まあ、あの、なんて言いますか、あの、イシタール、イナンナがどんな格好をしてたかというか、姿であったかということはわからないです。これはあの、仮面をかむ、仮面の女王って、まあ、同じく血の死で見つかったものですけども、これも、あの、イシタール、イナンナ,イナンダですね。これも順番に説明してますと、みんなバビロニアで見つかった像ですけども、コンセプトは同じですね。そしてこの肩を見てください。 あの、仮面をかぶった女王も肩幅広くてちょんちょんと折れ曲がってますね。これがあの特徴なんですね。そして同じようにこうバビロネで見つかった像を並べてみますと、今度はカクンカクンとした方。関節は一つ多いんじゃないかと思いますね。そしてあの鳥のくちばしのような花。そして顔。 それから髪の毛の作り方。それからここでね、赤ちゃんを抱いてるんですね。鳥の赤ちゃんです。そして、シュメールの髪もあの人間ではない子供を抱いています。こういうふうに繋げていきますと、順番繋がっていくんですね。そして、シュメールの髪。一番左がシュメールの髪ですけども、顔が一致するわけです。でさらにですね、これがイタール・イナンダですね。あの、これはイナンナ像。あれ、イタールの、ね、国、あの、地域によってね、あの、名前の呼び方は違いますが、イナンナというのは、あの ま、この、この人はですね、エンリル・エンキーをおじいちゃんに持つ孫娘なんですね。で、あの、頭を見ていただくとわかりますように、やっぱりここでも一致するわけです。そして、ピンク、ピンクで描きましたけどもね、三角パンティーを履いていると。ピンクってのは私のイメージです。で、結論から言いますと、変なこと言いましたね。ごめんなさいね。あの、これインダス・バリーのテラコッタですけども、あの、インダス・バリー、も比較するまでもないですね。 これと先ほどの女王と一致するわけです。あのイ、インダスでもこれは法上の女神ということになっています。と、あの、紹介されてますね。イコール、えー、この女性だということです。なあち、あの、牛の頭を持った、あの宇宙船に乗った、この女神、あるいはあの女王はですね、一番偉いと思われる女王は、 イスタールイナンナであるということになりますなあちインダスバリーもイスタールイナンナの管轄家にあったということになります Thank you very much for watching and see you n e x t time Bye 続くビデオをどうか